ーナドームです。埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズの一戦です。牧さん、デーゲームナイトゲームで選手の感覚は変わったりするものなのでしょうか。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいです。小宮山さんが現役時代、投げやすい球場、投げにくい球場っていうのはあったんですか。広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのだけは嫌でしたから。そうですよね、球場の広さ、小宮山さんは気になったようです。真ん中打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。レフト前へのタイムリーヒット、1対0、ライオンズなおも二塁一塁のピンチです。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね、コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。打った、これはどうか。破りました、センター前。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたい。3球目打ちました。これはどうか。ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。